続いいて、て、生産産性革命推進事業業について北海道経済産業局からご説明します。中小企業、小規模事業者においては人手不足などの構造変化に加えて働き方改革や賃上げインボイス導入などさまざまな対応,への対応が求められている中それらに柔軟に対応していただくために この生産性革命推進事業では、設備投資、IT 導入、販路開拓などを支援し、事業者の生産性向上につなげていただくことを目的としています。資料の表紙に記載のとおり、3つの補助金をこの生産性革命事業で実施しています。1つ目は、設備投資を支援する通称ものづくり補助金。 2つ目は販路開拓などを支援する通称持続化補助金3つ目は IT ツールの導入を支援する通称 IT 導入補助金ですそれでは具体的内容の説明に移りますので資料の1ページ目をご覧ください生産性革命推進事業は従来から措置されていた制度ですが新型コロナの影響を踏まえて 新型コロナの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を支援するというために特別枠を設けましたものづくり補助金では補助率は通常では1分の2以内のところ特別枠では2分の3以内に拡充しています持続化補助金では補助上限は通常枠では50万円のところ特別枠では100万円に拡充しています IT 導入補助金では、補助率は通常枠では2分の1以内のところ、特別枠では3分の2以内に拡充しています。さらに、パソコンやタブレット端末などのレンタル費用も対象となります。これらの補助金は通年で公募していますが、特別枠は今年度内に予定している公募締め切りに適用をいたします。 特別枠の申請要件などは次の2ページ目をご覧ください。特別枠の申請要件は3つの補助事業で共通する部分がございます。申請要件は補助対象経費の6分の1以上が、点線囲いの中の ABC のいずれかの要件に合致する投資であること。 まず A はサプライチェーンの既存への対応ということで、顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと。B が非対面型ビジネスモデルへの転換ということで、非対面、あるいは遠隔でサービス提供するための、そのビジネスモデルへ転換するための設備、システム投資を行うこと。C としてテレワーク環境の整備。 従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること、こういった投資が対象となっています。また、の通常枠でも、新型コロナウイルス感染症で影響を受けていることを条件に、優先的に採択する措置が講じられる場合があります。例えば、ものづくり補助金では特別枠で採択されなかった場合は、 通常枠で再度審査し加点措置を講じります持続化補助金においては感染症の影響によって売上が減少した事業者などを審査において加点することとしています IT 導入補助金ではテレワークの導入に取り組む場合は審査において加点することとなっています続いて3つの補助金のそれぞれの概要についてご説明します3ページ目をご覧ください ものづくり補助金は一言で言えば設備投資による生産性向上を支援するものであります中小企業小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的なサービスの開発試作品開発生産プロセスの改善に必要な設備投資などを支援します事業スキームをご覧いただきたいんですけれども一般型では補助の上限額が1000万円 補助率は中小企業が1分1以内、小規模事業者が3分の2以内です。特別枠の要件を満たす場合、一律3分の2以内となります。グローバル型では補助の上限額が3000万円となっています。左下に活用事例を一件記載しておりますが、小樽市の田中酒造さんの活用事例においては、 この作のり補助金を活用して炭酸ガスを付与する耐圧サーマルタンクなどを導入し発泡性の日本酒などの新商品開発に成功されています右上に移りますが対象となるのは3つの要件を満たす3年から5年の事業計画を作成し従業員に表明している中小小規模事業者などです要件の1つ目は、 価格を年3%以上高めること、要件の2つ目は、給付支給総額を年1.5%以上高めること、要件の3つ目は、事業場内最低賃金を地域別最低賃金プラス30円とすることとなっています。補助対象経費は、機械設備導入やシステム構築費となっております。応募と問い合わせについては、 ののづくくり補助金の事務局ままでお願いい。します。次は4ページ目をご覧ください持続化補助金の説明に入りますがこちらは今一言で言えば小規模事業者の販路開拓などを支援する補助金です小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするために商工会や商工会議所とともに作成した 経営計画に基づいて行う地道な販路開拓などの取り組みを支援するものです。ポイントは、身近な用途に利用できるということで、例えば店舗の改装、チラシの作成、集客力の向上、商品パッケージの製作、設備導入など、幅広い経費が対象となっています。補助の上限額は決して大きくありませんが、使い勝手が良いと言われております。 右上にあの道内の採択事例を1件記載しておりますが清里町のファーマーズキッチントコトコさんの活用事例では補助金を活用して蒸しパンなどのスイーツを温める設備を導入しています要件については対象は小規模事業者となっております。 小規模事業者というのは、商業、サービス業は従業員が5人以下、宿泊業、娯楽業、製造業、その他の業種は従業員が20人以下が小規模事業者に該当します。補助の上限額は、通常は50万円、特別枠は上限100万円となっています。補助対象経費は、機械装置の購入費、広報費、展示会費等出店費、旅費、 などの経費が対象となります応募や問い合わせにつきましては全国商工会連合会または日本商工会議所までお願いしますちなみに新型コロナウイルス感染症の罹患による直接的な影響または感染症に起因して売上が前年同月と比べて10%以上減少しているといった場合は採択審査において加点措置がございます 次は5ページ目をご覧ください。IT 導入補助金は一言で言えば IT ツールの導入を支援する補助金です中小企業者等の生産性向上を実現するためにバックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得などの付加価値の向上に役立つ IT ツールの導入支援を行うものです事業スキルについては、 A、B、C の三種類の類型に分かれています。導入する IT ツールにどれだけのプロセスを入れるかなどによって補助額と補助率が異なっています。まず一番上の A 類型の場合は必ず一つ以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請するということが申請条件で補助額は三十万円から百五十万円未満、補助率は二分の一以内です。 プロセスというのは、資料の中段左側のボックスに示したソフトウェア各業務プロセスというところを指しております。このボックスに記載のとおり、さまざまな業務プロセスが該当する可能性があり、後ほどご覧いただければと思いますが、このうち1つ以上含めて申請をするということが必要となっています。続いて、スキームの B 類型の場合ですが、 必ず四つ以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請することが申請条件で。補助額は百五十万円から四百五十万円までとなっています。補助率は二分の一以内です。で C. 累計の場合は。こちらのコロナの特別枠ですが。必ず一つ以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請すること。というあの A. 累計の申請条件に加えまして。 サプライチェーンの既存への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、あとテレワーク環境の整備、このいずれかに該当する IT ツールを申請することが条件となっています。補助額は30万円から450万円、補助率は3分の2以内となっています。要件につきましては、対象は中小企業、小規模事業者です。補助対象の経費は 補助金事務局が認定をした IT 導入支援事業者が登録する IT ツールの導入経費です。特別枠の場合は、ハードウェアのエンタル費用も対象となります。また、公募前に導入した IT ツールなども対象となる場合があります。応募や問い合わせは、一般社団法人サービスデザイン推進協議会までお願いします。 以上、ご紹介した3つの補助金の共通的な事項としまして、今年度は公募の締め切りを複数回に分けて募集をしていますので、えーまあ、事業者のご都合のよいタイミングで申請をいただければと思っております。また、あの全国から申請された案件を、まあ、外部有識者による審査委員会で審査が行われ、予算の範囲内で審査結果の上位の事業者から順番に採択されると。 形になりしたがいまして申請にあたっては現在コロナの影響によって、えー、見通しが不透明な中ではありますが自社の,その現状分析と課題の把握そして市場ニーズの把握などを行っていただいた上でその課題解決などを行うために補助金を活用して設備投資や販路回答を行うといった一連のストーリーが伝わるように心がけて いただくことをお勧めさせていただきます生産性革命推進事業の説明は以上となりますありがとうございました